わかりました。それじゃあ今日はここに泊まりますね。なんだか今から帰るのも疲れそうですし。そうなら今日一晩私を守りなさい。これは命令よ。もしそれができなかったら松台まで呪ってやるから。はい。それじゃあ私は部屋に戻ろうと思うのだけど。そうですか。なら僕はここにいますね。はあ？何を言ってるの。あなたも一緒に来るのよ。いいんですか？夏美さんの部屋に入って。私が来いって言ってるのよ。それなのにわざわざそんなことを聞く意味がわからないのだけど。いい？今は緊急事態だから特別に部屋へ入るのを許可するだけ。もし敵の襲撃に遭った時離れていたら私を守れないでしょ。言うなれば戦時下の特例ということよ。まあそれはそうですけど。分かったならさっさとついてきなさい。お邪魔します。あまりジロジロ見ないでくれるかしら。すみません。ほら、いつまでも突っ立ってないで、その辺に適当に座りなさい。シャワーを浴びてくるわ。それなら僕は開発室にでも行ってますね。ダメよ。シャワー中に誰かに襲われたらどうするの。だからそのシャワー室の外で待ってて。殺すけど、そこを離れても殺すから、そこでおとなしく待ってなさい。はい。ちょっとあなたそこにいるの？はい、います。黙っていたらそこにいるかどうかわからないじゃないの。でもここでおとなしく待ってろって。言い訳は聞きたくないわ。というか、あなた本当に午前0時なの？そうですよ。他に誰だって言うんです。だって顔が見えないからいつの間にか偽物に入れ替わってるかもしれないじゃない。
大丈夫ですよ。正真正銘本物の僕です。平凡なだけが取り柄のアルバイトディレクターです。なんだか信じられなくなってきたわ。じゃあ私の誕生日を言ってみて。すみません、普通に知りません。夏美さんだからな、つ、みで7月23日とかですか。そのつまらない答え、確かに本物のようね。ねえ、あなたちゃんといるわよね。さっきからずっといますってば。本当に？なら私の愛用している G ペンのメーカーを答えなさい。メーカー？そんなとこまで見てませんよ。ていうか普段はペンタブですよね。 G ペンなんて使ってないじゃないですか。じゃあ私の3サイズは？知りませんよそんなの。そんなのですって。この私の3サイズがそんなのだと、あなたはそういうのね。面白いこと言うじゃない。あったら参考までに教えてくださいよ。今後のために覚えておきますから。上から80って、教えるわけないでしょ変態。それじゃあ私の子供の頃のあだ名は…って、特にあだ名なんてなかったし。じゃあこれならどう？パンはパンでも食べられないパンは。それもなぞなぞですよね。一応答えますけど、フライパンです。どうです？これで安心しましたか？何を言っているのあなた。答えは、机の中に入れたまま3ヶ月ぐらい放置したカビカビのパンでしょ。あなた誰？ああもうめんどくさいですね。そんなに不安なら一緒に入りましょうか。それも確かにありかもしれないわね。真面目に決闘しないでください。あの、よかったら夏美さんの描いた絵を見せてくれませんか？私の絵は？今まで描いたラフ画とか落書きでもいいんで見てみたいんです。わかったわ、少し待っていて。ここにあるのは企画会議の時に書いたものとか、オワリやイルカの注文を聞いてイメージを膨らませるために書いたものがほとんどよ。あ、もしかしてこれってベロベロスバージョン1よ。これは最初にオワリにオーダーを聞いてその場で書いたベロベロスなの。次のページにあるのがベロベロスバージョン2ね。ベロベロスバージョン30まで書いてようやくイメージが固まったのよね。あの時は絵を描こうとしただけで吐き気さえしたわ。
はダメよ。あの、今のは高校生の時に書いたものよ。ああ、ジャッジメント7に入る前に書いたものだったんですね。そういえば夏美さんっていつから絵を描いてるんですか？ちゃんとは覚えていないけれど、幼稚園の頃にはもう描いていたわ。運動が嫌いだから外では遊ばなかったし、だからいつも教室で一人で絵を描いていた気がするわ。小中学生の頃もそうね。休み時間も昼休みもずっと机に向かって絵ばかり描いていたの。クラスの子に一緒に遊ぼうって誘われたりしなかったんですか？最初の頃は誘われることもあったわ。断っていたけれどね。ああ、その頃から孤独を愛する性格だったんですか。そうよ。他人との慣れ合いを避けることで、私の魂はより高みへと登ることができるのだから。あの、もしかして本当は遊びたかったんじゃ？絵ばかり描いていたから人とどう接したらいいのかわからなかったのよ。なるほど。それでずっと一人で絵を描き続けてたんですね。え？違うんですか？高校生の時に一人だけ親しくしていたクラスメートの子がいたわ。私が信頼を置いていた唯一の人だった。一応言っておくけれど、その子は別に亡くなったわけではないわ。もう連絡先も消したし、会うつもりもないから今どうしているのかはわからないけれど。私と同じイラストレーター志望でね、教室で絵を描いていたら話しかけてきて、それで意気投合したの。それからは毎日描いたイラストを見せ合って、お互いにアドバイスをしたりして切磋琢磨する仲だったわ。でもある日を境に私は彼女との一切の関係を断った。え、なんで？彼女が私を裏切ったからよ。裏切ったってどういうことですか？イラストを見せ合ってお互いにアドバイスしてたって言ったでしょ。その時に私が送ったデータを彼女が勝手にイラストの投稿サイトに送って、それが偶然入賞してしまったのよ。え？それで彼女のところに編集者から連絡があって、トントン拍子にラノベの表紙でデビューすることが決まったというわけ。まあそれ以降彼女の名前は聞かないし、仕事が来たのはそれきりだったのかもしれないけれど、でもね、当時の私はかなり答えたのよ。自分の絵が勝手に使われて、しかもそれがきっかけで相手はデビューまでこぎつけたわけだから。当たり前ですよ。誰だって自分の作ったものが無断で使われていたら怒ります。でもその子に抗議しなかったんですか？これは自分の絵だから掘り下げろって。したわよ。でも公開されたの。この世の中は先に出た者勝ちだって。
局私は利用されていただけだったってことよ。彼女にとって私は仲間でも同志でもライバルですらなかった。そのことの方がショックだったわ。夏美さん。だけどあの時裏切られたおかげで私は決意することができた。誰にも真似できないような絵を描いてみせるって。そして彼女と決別した後、ネットでとあるサイトを見つけて、その世界観に共感して、私のスタイルはそこで確立したと言ってもいいわね。唯一無二の私だけが描くことのできる世界、それを見つけることができた。もちろん盗作されたことについて許すつもりはないわ。でもあの時の出来事があったから今の私がある。その点に関しては感謝しなくてはならないのかもしれないわね。夏美さん、夜も深くなってきましたし、僕はそろそろ。そういえばあなた、ジャッジメント7の過去作はやったことあるの？え、まだやってませんけど。そう。アルバイトディレクターとして、ジャッジメント7の作品の方向性を把握するのも仕事のうちよ。ちゃんとプレイしておきなさい。わかりました。暇を見つけてやっておきますね。それじゃあ僕はこれで。そんな風に後回しにしてるといつになってもやらないわよ。今ここでやったらどう？うん、ここでやるべきよ。はあ。どうしたんですか？終わりからメールよ。今日はタチアナと一緒にユーリーさんのいるホテルに宿泊するって。あ、そうなんですか。時間ですね。さすがにここで寝るってわけにもいきませんから、僕は隣の仮眠室で寝ることにします。待って、ここにいなさい。でもここにいなさい。お願いだから一人にしないでよ。夏美さん。わかりました。じゃあ僕は床にでも寝ますから、夏美さんはちゃんとベッドで寝てください。あなただけを床に寝させて、私がベッドに寝られるわけがないじゃない。そこまで無神経な女ではないわ。だから。私のベッドに上がることを許可する。
ちょっと、なんでそこで黙るのよ。なんだか変な空気になってしまったじゃない。勘違いしないでちょうだい。ベッドに上がることを許可するだけで、それ以上許可したわけじゃないのだから。もちろん分かってます。分かったらさっさと寝るわよ。それ以上近づいたら許さないから。もちろんですが、なんでこっち向いてるんです？私は寝るときこっち向きなのよ。何か不都合でも？怖いのよ。夏美さん、どうしようもなく怖いの。一例のこと、アカシックのこと、13件のこと、JK 事件のこと、気になることはたくさんあるはずなのに、今はただただ怖いの。あの時、出口によってみんなが殺されていくのを見せられた時、イルカが、オワリが、浅野が、ユーノが、タチアナが殺されていくのを見たとき、私が何を考えていたかわかる？どうかお願いだから、お願いだから私だけは助かりますようにって。私だけは殺されないように、殺されないようにお願いしますって。ただそれだけを考えていた。目の前でみんなが殺されていくのを見ながら、どうか自分だけは助けてくださいって、ただそれだけを考えていた。みんなが殺されたってことに怒りも悲しみも絶望もなく、ただ自分が助かりたいって、そのことしか考えてなかった。今でもそう。自分が生きていたことにほっとしている、安堵している。私が助かってよかったって心からそう思っている。みんなが生きていたことよりも自分が生きていたことに感謝している。私は醜い人間だわ。いいじゃないですか、醜くても。人間なんですから、自分が一番で何が悪いんですか？生きてて何が悪いんですか？死にたくないと思うことが醜いことって言うんなら、醜くて結構です。どうか、醜いままの夏美さんでいてください。私は、死ぬのが怖い。殺されるのが怖い。一人になるのが怖い。僕も怖いです。でも今は一人じゃないです。お互いに。私に触れたわね。すみません。許すわ。こうしていれば少なくとも怖くないから。
レジッチ、来たね。こっちこっち。まあ、座って座って。レジ君、いきなり呼び出したりしてごめんなさいね。大丈夫でしょ、どうせ暇なんだから。いや、まあ確かにそうなんですけど。それで、僕に何か用ですか？そうそう、忘れないうちに伝えておかなくちゃね。13件の工作員だった出口さん。ううん、出口が自殺したことで DIH の内部調査が本格化することになったのよ。それに伴ってジャッジメント7にも何かと迷惑がかかっちゃうかもしれないから、そこんとこは悪いけど覚悟しといてね。それって僕たちもまだ13件とのつながりを疑われてるってことですか？うん、それはないから。一昨日まではまだ疑われてたんだけどね、暗殺事件のおかげでみんなの身の潔白は証明されたわ。それはどういう。君たちが13件とつながるテロリストなら、あの時何らかの行動をしたはずだけど、君たちはそれをしなかった、というかできなかった。それを上に報告した結果、ジャッジメント7がサイバーテロに関わっている可能性はないって判断されたの。出口をあぶり出して拘束するだけなら、あそこまでみんなを追い詰める必要なかったんだけどね。君たちの疑いを晴らすにはああするしかなかったのよ。レイジッチたちが白だってことは疑いようもないんだけどね。こっちもお役所仕事的なところがあるからさ、形式上でも取り調べとか調査とかそういうのをしなくちゃいけないわけよ。ああ、いやだいやだ、これだから公務員ってのはね。とにかくまあそんなだから、本当ごめんなさいね。ここって結構いい値段するのね。さすがに経費じゃ落ちないだろうな。レジッチを呼び出してるのって公式じゃないからな。まあ好きなもの頼んでよ。お金なら気にしないでいいからさ。みやびさん、話は分かったんですけど、なんで僕を呼び出したんですか？そういった話なら代表の尾張さんにするべきじゃないんですか？僕バイトなんですけど。尾張くんはほら、いろいろと特殊な人じゃない？経歴的にも人間的にもさ。それに北理研の副所長ともつながってるし、なんだかんだで尾張くん個人だけはまだマークが解けてないのよね、ぶっちゃけ。まあそれで言うとターニャも同じなんだけどさ。はあ、それじゃあイルカさんも NG ですね。ユーリーさんとは付き合い長いはずですから、まだマーク解けませんよね。ううん、イルカは DIH 的には完全にノーマークよ。特に監視対象にもなってないわ。じゃあイルカさんでもいいじゃないですか。イルカさんはジャッジメント7の創設メンバーですし、考えようによっては副代表みたいなもんですよ。それは分かってるけどね。イルカってさ、ほら普通に話通じなさそうじゃん。
第一、私ちょっとイルカのこと苦手だし、生理的にちょっと無理っていうか、なんていうか。夏美や優乃、朝のちんの3人も話がしにくいって意味ではいい勝負だし。そう考えるとレイジッチはあの中では異常なくらい平凡でしょ。話もしやすいかなって思ってね。それにほら、私とレイジッチはジャンクマとの戦いの時に夫婦役を演じた仲でしょ。話をするなら君しかいないってものよ。それにね、なんだかんだであなた以外のメンバーは妹レイナに対する思い入れが強いから、今はいろいろと複雑な心境だと思うのよ。結果的には私もミヤビさんも、そしてレイナさえも、ジャッジメント7とレイナの思い出を利用していたようなものだし。結果的というか前提からして僕たちを利用してましたよね。そこを突っ込まれると弱いな。そんな怖い顔しないで。さあレジッチ、何食べる？ここのビーフシチューおすすめだよ。もちろん頼みますよ、ビーフシチュー。それからこの牛ヒレのトルネードステーキってのもお願いします。あとヒレのカツレツにエビフライも。ビーフシチューに牛ヒレのトルネードステーキ、ヒレのカツレツにエビフライ。こっちは茶に来れたわけね。これはやもんだと言います。リッチの通り、じゃん食べちゃおう。ミヤビさん、どう呼びたの？内調査のおつだけなんだ。と、言って言われるんじゃ。ただ、レッチってたぐりなくて、単にレッチにさだけじゃない。目にも書いてあるでしょ？あの異変を、昨日は疲れ一言ませたとに、一瞬サインが湧いたよ。今そっきしっかちゃった。もうしないで、今はあのメールチェックてる中なわけ。持ってる、どうせかの出来は、バッカクにはほぐしてるのよね。次、ありつくな内容を明確と、君たち、アメーシの動画を演出しないといなくなるの。連れなってすいませんでした。それは、それだ感じてくれ。そうでよ。ち、ルビさん案内だ、許してあるわよ。で、博士もないわ、もう担当入に合うわね。しばらく学さん、うん、東京離れない。東京？それどういうことです？例の件、血の上部も圧倒的クリケ重戦の地を張ることるから、ね、さあもう一人仲間でジャッとせる大スチョーラチョーラもしけならの。あの人で武漢がもう当たるよね。不思議、いろいろめくさい。超絶すぎま、君だ東京離れてくれば、その愛チョーラチョーラ再現でそうに投資してるか。どう、悪いしじゃないでしょ。まあ、やっぱり今回の登りがするまでしばらく姿をしていること。まっちゃけそういうのよ、あんなのが後だし、君みんなもすぐに下作りできないでしょ。その時に大栄取り知らなんだか決まれたらいい分じゃな。そうっすですけど、もう気に遠離って言われてどこにはいいのか。はい、ここでわから提案がの、みやびとも男子だけど、あたた私からのは私ら南もそういう小さな印象水上の石灰が近くて、明日には素敵だ。ジャメントスのみんなが足来ているなら、きっとでも喜ぶと思うよ。ああ、もちろん宿泊祝いだからね。それ、ジャッジとセブン、例の仲間だから、あの子が寝ても、ぜひ招待してもらえのよ。おかしら。うわ、話ないと思います。仲間とかあるじゃないね。レッチはクリブだから何も言って。
もうなんでいいでもね、どっちの子を顔して人の謝おかしくらいのしちゃういないのってか、悪いんださ。ミーさん、話苦戦してんか。苦戦してない。とにかく君たちは通学に移動。ないだから、それでレイジがと謝おかしくでたまりとせてちゃい。あにく、まあそういうのは無理ですから、ご期待にはないと思いますけど。へえ、どの字が言うの。まあ他の子がどう思ってるか知らんけどさ。でも、ズミンタの力は器用だね。ユンも幸いなのに、なんか偉さんがいたし。そうね。民通に言えばあれなりの目的ですから、海に持ってるしれません。こら、木の方なんとかいとダメなのかしれな。もしかしてレイジ君、シオリダンス今日歩け。やっぱり、どっちか言ったら終わりだね。そう、そうね。私にはおいくんと書こうかと思っていたけど、レイくんのもザーリーしろ、ではその方がもありもありきはレイはなの、せのよくわかりまけど、二人対した罪戦ですかね。すす、すっごいもうせんって、ちやりは私、話してしまうよ。あの、今さん、さっきからにね、レイくん、全地の国ピアンでいてください。レイのためじゃなく、私のためも。わかりな、とりあえず見てやってみるけど。お願いします。いいよ、あなたそこもくさるのに。来た、出ない歌舞ちゃん。ご操作でした。すごいベビー、あすが若ね。ごめん、だからここも食べるつそうだった。やっぱファミレしとけばよかったもん。まあいい、これ飲んのがチャラことだけ。まあ、されどに彼は知らないですから、得しても。じゃあ、食コーヒーの飲みは血の通しよう。それでね、ジャッジをせば恋なんてたら出せていいんだけど。恋はです。なんです。そんなないでしょ。だん一箇所集まれば何来るってそう決まるんだから。それに、この一箇所集まれば何起こるから。みやさん、落ち着いて帰ってくださいよ。地面分残って、おさんと皆さんでも、社内の恋なんてと思いな。まあ、しかにともしいとこはあるね。チッチだけどじゃん。同じですよ、僕なんでもアドバイトクターでいいこき出てるです。そことよりもミヤとヨウのこと教えてもいいです。この間カロを教えました。ああ、そういえば私たちとって人生積み捨てになったわね。この間もタティ私はと北の9位は専門は加賀で例 DADK ではでのフデータ探偵いたわ。で、ある必然 PSD が中止になって、私を送りも帰られてしたの。DH が努力してストしただけ。そら、いろいろ伝っててるね。ミス・ヨは、僕の急に服かけた字でしょ。どうせか、足食いても当然せんし、なんでも、レイナのコートがあるからね。まあ、いきり国勢、延々と調べてるのスクトというのであれば、そういうこと。まだ持ってるら。って、保険のため、新握手しようとたんだが、握手さんの勝負じゃな。あれ、あたちが残機潜入させてだったら、本当に危なかったんだね。なんか、受験なのから、反省もみけ置いたか。ジャンデヨウ君は頂戴にいたか。確か、記事の手入れをしてはいったよね。これは打ったんだ。いえ、スマホよ。和田王さん、今の大学に北陵を過ごさらと声を受けていたのよ。私もと ST 格の変わってみた無産機目を受けられるかないし。だが、彼から始まれるように神に見せてもらっているわけ。もちろん、お住人のことはなせけれどね。で、の代で今日のお手配をしつつ、雅たちの集いを漂流していたわ。はあ、さ、前にレジッチが描くったことでしょ。本用に悪くたまのような。いよがいながら、レジをだまおとの下がって、はず無理だわね。そういえば、ヨウは、大世界のレイナと、北斗をグッて言ってたよね。そうよ。ただ、なかなか面倒方法を取らなくならなら、いつでも好きな日にわけにいかないんだけどね。レイナの子、やっぱ気になるよね。まずはね、レイナの装飾が、っぽい存在の子が設定しました。レイナの総人格は、
霊の気を出かして、そのライブラから蓄積いる、ギリな霊の同じ方法が行動のようなもの。霊の個人の霊は、捨てた場にも多いから、ジャッジドセブシャナターバーインとれているのは、そほんの一部に過ぎ、というわけ。そしてそれが、霊など基本的な感覚を形成する個人データ分だった。まあ、それだけでも、ジュースラバイト軽々るのでは。乃木の防衛内容の僕で自身は赤草内に存在するわ。ちなみに、その用語はそうなければ、例の過信化管理は機能しないの。わかりやすく言うなら、既存格だが自己プラムで、記憶データがライブラリーようなケースしら。従前とした膨大ライブラリーがあっても、ジップログがなきゃ意味ないから、そしてメナちゃん基礎軸データが欲しかった。でも、ジャッジとセブサー内でデータ分散され、さらに効果もされていたら、ハントサイジには随分手間だみた。まあ、なんかこっちもどうに対策出たんだね。ちなみに、キューデーとリンクしていない状態既存格だが、あなたたちが登場と呼んだそうなのに。レイとのコンタクト法なんだけど、手に関しては、ウォークのターニングがゼロに入ることになる。デイログにそうした暗号エールに通信。ただし、そう起こるのは、アシターバーメンブスターに入る、0時から0時30分と、12時から10時3分の間だ。その相手は、サーナーできるレベルがあるが、レイのキューデーとコンタクト取れるよ。なるほど。1、2のメナスターの時で人格なんです。外、視点ってナイムがあると、一気に AI、つまり黒たちが割れるか、書いたのよね。でも、どうせかジャッジとセブ事務所は、敵のファイウォール技能しから、不祥事って立ったわ。なんだって、あちくか監視不可能だから、いよいよエラーを取ってだって。だが、補助へ実態しても、無所内いる限りは、あそこであたったわ。で、グッドと、おこと計算だったんだけどね。このな、はい、戻らず、にしゃれるわね。それで、レジ、バッシュ券、ミスターで、マーキに気をしてもらえ。こっちも、こっちねんが落ちたら、流するりだか。いや、いいんだ。こんな時に、海に遊びに入りして。開かないわね、遊びない。あくまで、チメセブンに対する、象徴よ。で、レク、確かお願いします。絶対の宿にしてね。だったら、男でもいたら。レク待ったら、お持ちのメアドレスじゃあまたね、レジレク、またねミスクであの、楽しみしてるわみんな、おはようございます。あんた、時計見たら、もうおはようって時間でもないでしょ。あ、すいません。ちょっとおみさんに出されて、近見出たんで。あの、よかみあるとか、我が太にも、うちにピンおいそうな、よしみなのか。おぉ、よし、出らない赤の豪勢か。いり、何食べたん。フィッシュに、ヒレのルネードに、ヒレのズレスフライ。うわすごい、いただけお腹すいちゃおう。うらまいな、なにゃエビがよつこうなんだ。でね、今度たぶん連れ行くんださあ、エビマックスバイミのアラマ、確かにそんな余裕がいるはずないわ。まさ、ご同志だったら。はい、ごちそうもらいま。おとと、こう思い捨てたおってこれ。何よそれ、怖っ、思えたの出したって押しよ。あの、どうてでだけ読まんの。せの誰の誰だ、あれだ、すっごく知ってみるのな。だから、エビを食べるだ。しぇー、我の子みたい震えるぞ。もうで、赤の話しまない。それでじだけ生きているみて、何も重くないんだ。し、どうてれるんだ、よかんのね。バカぞ、ヤビは、エジクライナフがおのむゆえか。よっ、腰裏。そっか、デジ君、どうえかのも。うん、なるほどね。ちょ、ルーモ、私ってなくしてよ。キューエキアって、なんなの。年上女性、いらない頃でし、ツアーはこののだよ。あ、それじゃ、けど大人になって、父の年上だって、危ないもしないの。たたが僕年上のことは、英語いいか。とにかく、おいてください。どんな愛にって、
みやびだけじゃない。どうこそ一緒だって。うわぁ、あぁ、しまっ、貴様、鳥の名前に少し赤の写真来てくれ。赤なんじゃないですか。お兄くん、ちょっとだけ礼になっててください。とばけんですよ。海の肉で合してこってね。檻が出るまで塔を離れろってこと。その足音でどこか地の身を追って強制する。うん、なかなかいい足じゃな。何運言うのかだし、無理言えば突然できないか。ユウの3名だよ。みんなみんな頼むだね。進化そうだ母君に。肉ちゃっと洗いをすこ。我がクリティブな足真似すことは必死。ミスイベン、長者マニュー反省のだ。デカリコやってないと思ってたな。いや、そう話、うさくさで、あたりの旦那でしょ。もして、チフであたちを海に埋めるじゃ。どこのフィアだ。そのだ、もう出てます。いかく、足はくすだか。うん、なんて、絶対大ないから。あの、朝野、ひょっとして海嫌いなか。好き嫌いとか問題ないよ。私は、台に書いてるけど。大丈夫だ、おじさん。解けなくて、朝と他に見てるか。ちょっと言うの。今度、あのカズシだか。これだけ水の方がなそうボディーな。さし、水泳が食いなと思いたい。どうやらワイのだろう。いかにというのは決して立てないぞ。はい、ウニはちょっとしたチンガーだ。あの、我々と泳ぎしようぞ。いいな、よっ。あたんないなの共に出る範囲だよ。どうせマシボを浮かわりして服が打てるだけ。いや、我が輩、本当に世話といいなのか。とかく、やってやろう。なら、あんちで手に入れていいわ。ねえ、ゼリーが宿題がないか。時にエイジ君、身はあげるのね。ええ、まあ、人には。不思議だ。あず、レイ君に泳ぎ習いで。でも俺は別だ。え、どうしておくんですか。にもっと気が気な人くんじゃないか。いや、こういっとはレイ君が気に思うなよ。あず、せいどう。ま、ちがどうしても押したいやら、教えてあくもないけど。借りた。でよく教えています。どうよろしくお願いします。うん、しょうこらがな。だったわ。じゃあ、特にお礼下げるね。だから、しっかりおめなさい。兄さんはなんですか。私、アウトはちょっと、ね。スニア、日にあると、もえしまい。来てる、なんでもいいよ。あ、ソルさんなの。でも、下、入れば大丈夫。それ真相意味も返し、そうね、やはりきちんコロナに使用しろ。ナミさん、何勘違いませんか。勘違いです。そうですよ、僕、アウトドアに言いまして、合宿ですよ、聞く合宿。インサク、ワードエンドにも運転に少し届くことあったと、基本的にこう押し込んです。そうですよね、ナミさん。ああ、そうだぞ。あら、この宿参加労務令だ。仕事業名、それしかないわ。本当、海に行きたくないわ。各宿とのさせざるを得ないわ。わの知らないところ、妙な用がったりし、大変もの知ってるんで、よかどうぞ。あなた喜ぶのよ、ギアに組むわ。うわおお、夏戦争作戦なんて、やばい。ぜひとしかも一発。大げさなわがで、絵は一緒なんだ。夏んさ、あんたの関わったね。ちょ、前あんたの、たと仕事って言われたとしても、こないべ絶対におかしかったよ。別に、私は彼なんかないわ。足くなんかすら、ふなことない。言っておくけど、私は売れるつなんてないから。むしリーチルリエルたち、ボロく浮かれるよう見こと、わしの魂は、余興なもの、信するな。
か、なずみ。あはいいチンクキね。そうだね、そうだね、いきもんなね。そば。このお天様が B に降りたなんて、本当に会話悪くしれないね。でしたね。あなたが水を切る気がなら、絶対お伝えしたことね。そう言われても、でも。かまでいいよね。レジャーること喧嘩が他に詰まればどんなとだったかじゃない。そう思わない？レジン。そうですね。なんかし階段が一つ癒しただ。もうこれじゃできないことやことやエオエアデートが色とらないはずない。あ、怒るべし。起こしせよ。なら次第に何に代らストです。これ以上発言するアウト。愛は未成なんだ。体罰でも終わりと銭かませんから。あははは、冗談だよ冗談。本気するなレジ君。宮本はおい何にを沈んでいた気がこんなにあったんだ。お手だよレジ君。昔への格いろいろ鍛えている。そう、いろいろね。ところで、恥はものだけど、どうやミヤンとヨさんは合宿なしをエジンやりした。内容にはの誰をよかに。そう、僕が一番うまそうにたんですか。あとおかってなそうだし、だからヒルド持ってやる。それならとくん、確かに私たちの場では一番良そうなのね。まん、気つびってくしてる。ユウも、時々レイジに何か頼むめたくちゃ。レイジ君は、みやびとヨ君に往生されたわけだ。レイジ、海、なければ入れよくや。レイジ、今度手のドアを開けてやるのだ。探したらユウだぞ。さあ、各準備するだろうが、今日開始しよう。下の章は、あ、10、朝駅、祝言だよ。それと、今日は新作企画企画だね。各自、世界ブルーを持っていくよ。さて、と、急がなくた。親しかつ実は甘いないし、近くてるのはない。おいちゃん、何出すの？あんにはあんきない、とか、人ないよ。もう、そうなんだ。一体何だろう。いいなよ。ユウ、ちょっといいから。なに？どうした？あっちゃ、ちょっと遅延。ほんとなんだ。これユウが逆さ。声が大きい。あはは、ごめん。しこれってちゃうんだね。まあ、一緒なくや。何時発信するの？レーター、急がりだ。ほんと手なのだ。はい、はい、わかった。コバは私もガジコアだから、ゆかだから、東京甘い台になりだから。だったらことを言わせるな。そばでしなくて、あれ帰るだろう。エイジ、一度もあってんのだ。これは、どこゲーのガジくんコバナーズだぞ。ミニ坊さんって言わせは手に入らんなんだ。いや、そこと言うな。南部の人来られるな。そもそも、ミニ坊さん千葉県から、おっきりかっちほしい。なんなの、それ知らなかったら、いつの道関わったというのだ。さっきの藤ヶ谷君直感の手に入るのな。それは本心のだ。今日明日その前夢寝るのだ。なんかガシにそってルートプラムをモグピーに移植のちょっと手伝ってくれっかい。面倒なのは。うさ、やっぱルートプラムを持っていくの。そんなことあったのに大丈夫ですか。ああ、なら入らんよ。俺だ赤くに続くでから市会店な東京街高いの中何の件もない。そこら指が王国寺ってことでの字でもあるね。今こんなゲーツクロしてのかをええなに見せやりっていうの正直ところ。
だって話がん、何を伝わ。あ、らしかてよ。さは屋上、お部屋でやるから。わかるだ、早速行くだ。レン、はい。手の絵の中のもだろう。レンが人を動かす、エクニというだよ。おさんの気音なんだ。もっと素直にはいいな。威力だけだ。言うとなみせんさ、しくれにしてい。あそは、とが、とが。上ごようにいったが、汗ばったで出ていこう。いさんは足首はどぶなの。のんびちゃん。何ですか、この、なんぼしおくしく、しゃべつじくえ。くれぞきてきられいいよ。これが今回作曲についてアスクレブに捨てたミヨソ、いや、原始と生き物。目にないおいなるが、愛の国、アッシュ、コストの原始ルスしておった。はあ、つまり合宿練習ってやるね。これが昔目に思うた、石も山田しょうがたの。違うか大津だ、ない、何がしょうこだ、単位められるからな。え、そんなハードか。たばれ、お前らしくためんな、手が里だ。レジ、すべす、あ、おかえりす。叫ぶだろう。なんですね、イルカの敵は良さないです。ふっ、目でそぎまくのだ。大人、見てるこの。あれ、おつみすゆうなさいですか。あ、レイカー。リニムってあたにゆうなん。ゆうの、だからかばえようって言ったの。てつさにだくっていうのなさんだ。たらここがないよ。あ、はい、わった。そう、敵にはわたあるのね。レイスも、まな。はい、たのじゅん、ちょっと、ゆうさんたちか。あ、そうだ。でも、ユウはな、まつこいなけどね。ねえねえ、聞いてよ、あっちはすごいぞ。ユウの目は響よ。あ、そうだ、スクレミッションだよね。でも、レジに行くなら教えていいないか。なよ、とこのはだ、第二だ、今はね、とにダメのはだの。あ、私、まだ心にが出ないから。そうなんだ。じゃあ、あっちは何かの。待って、なことあった。私、味、フォーカス高いから。それに、あれ買ったら、すごい自分素直になるって決めたか。なっちゃう。え、さあ、なら他にも色とじみしんちゃだね。なら、頑張ろう、お互いに。え、言うの、お互いにって言った。いいか、いいか。ということで、レイ君、ウーのあっちゃん、シーレットミッション、あとどう過ごしちゃならなくなった。だっこ、バイバイよ。あ、はい、お疲れした。それは、どうせ。め。レジ、どうしね。さっぱりよ。ユウさんに宿の件、よくしなか。
とめたが、何も減ったのだ。いや、立ち上げ荷物とさらプロポケットやんだけど。電子乗ったなんて5ヶ月かしら。駅が結構歩かれるし、苦なんてこと返してるわ。そんなこって、なっちゃん社会で楽しみにしたよ。もしかして、ぜひん。え、だいぶを言うの、あの。あら、大人よ、テレジン。そうですね、大人ね。そう、あなたは言うのってこね。この入りはしっかり覚えてるわ。いやいや、レハットはありばよ。ウィッタギの呼びか、行きさら。ちなみに、ハイワイを男子に投げておる。俺も行きさら。イルカは別件の人から、もうそう OK。なかなか、すぐどこ来てしまった。今後、例の4の蚊の飲酒か、なかなかこうして、お向きあるじゃか。もったいようにボロいよね。って、意識じゃないか。あとは楽弁してほしいか。心中いきなるだけ人数受け入れるなんて、よほどうまそうなの。そも平気でいるんじゃろ。なんか、ポケがそうなんだ。やった、ポッポケ怖いのね。では、おば。ごめんね、驚かしちゃったのね。あ、どうかすんね、お子に甘えちゃいました。ん、いいな。そろそろ持ってきまかえんだけど、中で入れ違いになってしまったみたいね。とにかく来てくれて嬉しいわ。レイジ君、終わり君、自分の家のつもりで思う存分楽しんでいってね。なんか、あの二人だけ特別に歓迎されてない？企画合宿ということだから、とりあえず二間続きの大部屋を用意しておいたけど、それで大丈夫だったかしら。二間続きって、男女が同じ空間ってこと？私も大丈夫かなとは思ったのよ。でも寝るときは襖を閉めれば仕切れるし、それにその方が面白いからって宮城さんが。いくら仕切れるって言ったってさすがに危険じゃないかしら。相手は変態と中二病変態とアルバイト変態よ。変態トリオの誕生かい？これは光栄だね。言うのは大丈夫だよ。その方が合宿って感じがして盛り上がりそうだしね。タニャも別に気にしないのだ。ま、この浅野さんに変なことをしようとしたら鉄拳制裁ってのはみんな分かってるだろうし、いいんじゃないの？浅野、それだけはないと命をかけて誓おう。右に同じなり。むむむ、そうはっきり断言されるとそれはそれでムカつくんですけど、まるで私に魅力がないみたいじゃない。何よ、みんなしてあっさりと了承してしまうなんて。私だけが自意識過剰な勘違い女みたいじゃないの。分かったわよ、二間続きの大部屋で我慢するわ。それでいいのよね。まあ、どうしても個室が必要になったら言ってね。ちゃんと用意するからね、レイジ君、オワリ君。だからなんであの二人だけ特別なわけ？意味わかんないんだけど。さてと、いつまでもこんなところにいても仕方ないし、部屋に案内するわね。さあ、どうぞ。
中も期待を裏切らずボロいわね。そうかな、ユーマたちのお家とあまり変わらないよ。だから問題なのよ。うぅ、ちょっとしたバカンス気分を期待してたのにな。あら、期待に添えなくて申し訳ないわね。いやいや、やはり民宿というものはこうでなくてはな。俺は大満足だよ。陽子くん、ありがとう。じゃあ私は引っ込むけど、何かあったら声をかけてね。いや、陽子くん、ちょっと待ってくれ。実はこの後、君にお願いがあるんだよね。お願い？うん。それでは諸君、荷物を置いたら早速夏合宿を開幕するよ。荷物を置くってどっちの部屋に置けばいいのかしら。あ、まずはそれを決めなくてはな。さあ、どうしたものか。さて、今回の合宿を始めるにあたって、まず最初にやらなければならないことがある。何よ、もしかして全員水着に着替えるのだとか変態的なこと言い出すんじゃないでしょうね。もちろんそれもあるが。あるんかい。だがそれは今ではない。まず最初はレイナの墓参りに行こうと思う。あ、一レイナ。そうであったな。何よ、だったら最初からそう言いなさいよね。本当紛らわしいんだから。レイナさんとは仮想世界で会ってるから死んじゃってるなんて思えないけど、でもお墓参りはちゃんとしないとね。にゃほー、世界にしてはまともな意見なのだ。それは何よりも大事なことなのだ。そうですね、行きましょう。ということで陽子くん、レイナの墓までの道案内を頼むよ。わかったわ。みんなありがとう。レイナもきっと喜ぶわ。ここよ。夏美さん、どうしたんです？お墓参りしないんですか？怖いのよ。今まで自分なりに現実を受け止めていたつもりだったわ。でも心のどこかで一例が死んだことを認めていなかった。認めたくなかった。でもあのお墓の前に立ったら、私は嫌でもその現実に直面する。認めざるを得なくなる。そのことが怖くてたまらないのよ。そうですか。いいんじゃないでしょうか。合宿はまだ始まったばかりですし、何も急いでしなくちゃいけないことではありませんよ。その気になった時にまた来ればいいんですから。
結局、来るのが随分と遅くなってしまったね。悪かったよ、レイナ。まあ、待たせすぎてしまったから、お前さんの方から会いに来てくれたってことなのかもしれないが。なんか、仮想世界で会ってるから、一霊がまだいるみたいな気分になってるけど、本当に死んじゃったんだよね。でも、ユーマはレイナさんに会いたいなって思ってたから、仮想世界で会えたのはすっごく嬉しかったな。ターニャもなのだ。お姉さんになったターニャを見てもらえたし、レイナは思ってた通り優しそうな女の人だったのだ。激しく同意。まさに一霊こそ青春の天使と呼ぶにふさわしい美少女であった。今のジャッジメントセブンにはない爽やかな両親と言っても過言ではないだろう。生前に会えなかったのが実に悔やまれる。ちょっとイルカ、それ私たちに対する当てつけなわけ？私たちのどこが青春じゃないっていうのよ。他のメンバーはまだしも、お前のどこに青春さがあるんだい？全身残念まみれではないか。終わり？あんたまで言うか？ま、レイナはいろいろと完璧だったからね。浅野、お前なんて本物に会っていたら立ち直れなかったかもしれないぞ。そんなことない。それに仮想世界で見た感じじゃ胸だって私といい勝負だったかも。むしろ私の方が大きかったような気がするわ。うん、間違いない。お姉ちゃん、それはないと思うよ。そうなのだ。レイナを侮辱すると罰が当たるぞ。罰が当たって今晩おねしょだぞ。うん、我が輩の邪眼によるとどう見ても2サイズは負けておった。それは言い過ぎよ。負けてたとしたってせいぜい1サイズくらいだから。一例が A カップだとしたら、浅野は小文字の Z カップか。小文字の Z カップって何よ。 A カップ以下ってこと？それ超ムカつくんですけど。ああ、まあ浅野、少し落ち着け。レイナの墓前じゃないか。大体胸の大きさで女性の価値を測るもんじゃないよ。大きければいいってもんじゃないんだからさ。な、レイナ。あんたが言うな。てほら、浅野、食べるんだ。さてと、レイナに挨拶も済ませたことだし、そろそろ民宿に戻ろうかね。ありがとう、みんな。レイナは幸せ者ね。それを言うなら、俺たちだって幸せ者だよ。なぜなら、俺たちがレイナから得たものは計り知れないからね。あんたってば、時々真面目なこと言うのよね。基本的には変態なのに。どうしようもないド変態なのに。さあ、これから民宿に戻って水着に着替えて企画会議だ。ちょっと待て変態。企画会議はいいとして、どうして水着に着替える必要があるのよ。だってほら、夏だし。理由になるか。
言うの、タチアナ、気をつけなきゃダメよ。こいつら夏を理由に何するかわかんないから。下手したら私たちの下着を漁ることぐらいしかねないもんね。夏美、あんたも注意するのよ。ええ、そうね。浅野の下着には微塵の興味もないが、夏美先生のものとなると話が変わってくるではないか。バカね、私のカバンには絶対不可侵の結界が仕掛けられているのよ。迂闊に触ればそこにあるのは確実な死。ぬおほほほほほほ、夏美先生があの幻の秘技を行使してまで隠そうとするお宝、実に興味深い。レーナに聞いていた以上に素敵な人たちね、ジャッジメントセブンって。そうですね、僕もそう思います。なぜだ、なぜ誰一人として水着にならないのだ。変態発言はそれぐらいにしてよね。さっきも言ったけど、どうして企画会議に水着が必要なのよ。だからそれは夏だから。バカなこと言わないで、第一そこまで熱くないでしょ。合宿中には海で遊ぶこともあるんでしょ。水着はそれまでのお楽しみよ。そうだぞ、早くターニャのセクシーな水着が見たいからって世界はせっかちなのだ。少しは我慢するのだ。いや、お前たち二人の水着姿は特に楽しみにしているわけではないがね。あんたそれ失礼ってもんでしょうが。しかもその発言からして目当てはユーナの水着姿ね。姉としてあんたの好きにはさせないわよ。変な目で見た瞬間速攻で砂で目つぶしだから、それから砂浜に埋めるから、満ち潮になったら完全に水没するあたりにね。ここのお菓子並べ終わったらユーマを水着に着替えるから。着替えなくていいわ、むしろ着替えちゃダメ。そうなんだ、ユーの水着で企画会議楽しみだったのにな。ユーノ、こんなところに来てまで変態を調子づかせることないわ。おかしなこと言われても基本無視しなさい。ちなみにそういう夏美先生は水着を持ってきておるのか。ノーコメントよ。我が輩の七つ星目視録によれば、夏美先生は海においてかなりセクシーで際どい水着を着込み、驚いた、これが黒天使としての真の姿よという予定なのだが。夏美が水着ないない、そんなの絶対にないって。夏美の場合、この合宿に来ただけでも奇跡なのよ。それ以上の奇跡なんて望むもんじゃないわ。
もし夏美が本当に水着なんて用意してたら、嵐でも来るって。それぐらいの出来事よ。そうでしょ、夏美。まあそうかもしれないわね。そうであるか。それはちと残念だのな、レイジーよ。いやまあ残念ですけど。ってそこで僕に振らないでくださいよ。うんうんうん、レイジ君、今本音が出たね。恥ずかしがらずに自分に正直に言ってしまえばいい。自分は夏美の水着姿が見たい。あわよくばその下も。適当なこと言わないでくださいよ。何ですか、あわよくばその下もだなんて。そこまでは思ってませんよ。では夏美の水着姿を見たいことは認めるのだね。まあそれはそうですけど。はい、水着の話はこれぐらいにして企画会議を始めましょうか。まあいつもなら9時にはもう寝てますからね。立ち穴にしては頑張った方ですよ。さて、議論も行き詰まってきたし、移動の疲れもある。今日はここまでとしようかね。行き詰まったっていうか、後半はほぼほぼ雑談オンリーでしたよね。何？私がどうかしたの？いや、こんなだらっとした感じで大丈夫なのかなと。初日だからこんなものでしょ。それにいつも基地でやっている会議と変わらないし。確かにそうなんですが。場所が変わっただけで人間が変わったわけじゃないもの。このまま何も決まらないで合宿が終わったらそれは困るけれど、まだ日にちはあるわ。それにここに来た理由は仕事だけじゃないもの。何よ、まだ何かあるの？いえ、何でもありません。そうですね、まだ初日ですもんね。慌てずやっていきましょう。この敷居よりこちら側に入ることは侵略行為、変態行為とみなして無条件に攻撃するからね。レイジ君、しばらくのお別れだね。絶対不可侵の結界を張ったわ。この結界を破る者には即座に永遠の死が訪れるから。それでは近づけではないか。いや待てよ、絶対不可侵の結界をも破るアギダロスの一切も用意できれば、あるいは可能かも。残念ね。アギダロスの石ならすでにこの私が確保済みよ。
混沌魔界の迷宮に投げ込んできたわ。けえ、足を踏み入れたら最後、二度と外へは出られぬというコンマの迷宮にか。これはさすがに諦めざるを得まい。絶対不可侵の結界か。望むところではないか。無論、最初からそれくらいの危険を冒し、女性部屋に潜入する覚悟が我らにはある。我らって何ですか？僕はそんな覚悟をちっともありませんから。くたばれ変態！が急に逃げたりするからよ。でもま、いっか。あんただってこっちに忍び込もうとしてた変態の同類なんでしょ。おほほほ、我が弟子レイジーがやられてしまったぞ。大切な仲間がやられて黙ってはいられないね。面白い、反撃とさせてもらおうか。そんなのに当たる浅野さんじゃないんだから。私を戦いに巻き込んだこと、地獄で後悔することね。デュアルノクターン。なっちゃんすごい。これが夏美先生のマーク。うげえ、イルカ最低。言うのもそれはどうかと思うな。まるで洗濯したてのようなフローラな香り。さすがは夏美先生の枕であるな。そりゃそうでしょう。だってそれまだ使用前なんですから。夏美さんの香りを味わいたいなら、せめて使った後の枕にしないと。へえ、レイジ、嫌に的確なアドバイスをするじゃない。やはりあなたも変態行為に精通しているということね。いや違います、僕はあくまで一般論を述べたまでで。女性の枕の匂いを嗅ぐ行為が一般的なわけないでしょ。知りなさい。ふふふ、油断したわね、レイジ。夏美よ、油断したのはそちらではないかね。これで大半の実弾は今我らの手の中にある。したことが迂闊だったわね。男性諸君、今こそ反撃の時だ。奴らの胸を狙え。そこが弱点だ。イエスサー。レジ君、
グズグズするな。これは今後のジャッジメント7の活動において男と女どちらがイニシアチブを取れるかの戦いでもあるんだぞ。あ、はい。くらえ、ユーゴ。やるではないか、ユーノ。なんだかわからないけど、楽しいよ。夏美先生、失礼するなり。えい、ならば次は浅野だ。浅野を狙うなり。ちょっと、ユーノと夏美は胸を狙ってたのに、どうして私だけ顔なのよ。フェイントなんて卑怯じゃない。フェイント、そんなものではない。お前の胸を狙わなかったのは我々なりの配慮。それ以上へこんだらさすがにまずかろう。右に同じなり、武士の情け感謝するのだな。ふざける。いるか、レイジ君。そろそろこの戦いに終止符を打つぞ。一人ずつ集中攻撃で陥落させる。最初のターゲットは混沌の黒天使夏美だ。俺が右胸、イルカが左胸を狙う。レイジ君はスペシャルシークレットポイントを狙うんだ。これぞ必殺エクスタシーショットだ。ちょっと待ってくださいよ。スペシャルシークレットポイントって一体どこなんですか？ヒットすれば焦点間違いなしのあの箇所だ。そこまで言えばもうわかるだろう。レイジ、幸運を祈るな。いやいや待ってくださいって。さすがにあんなとこ狙うわけには。レイジ、やれるものならやってみなさい。もっともその度胸があればの話だけれどね。いや僕は、あ、レイジ君、見事命中させたら特別ボーナスだ。バイト代をドドンと奮発しよう。やりましょう。終わり。エクスタシーショットです。チッ、ネージ、やはりあなたも変態トリオの一員ね。くらえ、エクスタシーショット。奥義、ロリータガーディアン。むにゃん、ガジガジ君は世界のヒーローなのだ。だから世界征服を諦めるのだ。なに、あの禁断の技、ロリータガーディアンだと。まさか夏美先生がその技を得得していたとは。混沌の黒天使、恐るべき相手である。キ
形勢逆転ね。夏美、ユーノ、奴らの弱点は分かってるわね。どこなの？ごめんなさい、私も分からないわ。ユーノは本当に分からなくても、夏美、あんたは絶対知ってるでしょ。今さら清純なふりするんじゃないわよ。いい？奴らの弱点はね、あそこよ。うん、分かったよ。そこを狙えばいいんだね。浅野に言われてやっと分かったわ。ありがとう、勉強になったわ。夏美、あんたって子は覚悟しなさいよ、男子ども。使い物にならなくしてあげるわ。まずい、奴らは確実にこちらのスペシャルシークレットポイントをロックオンしているぜ。それかなりまずいですよね。ああ、絶対的防御が必要なり。私がレイジの弱点を狙うから、あんたたちは他の二人をお願い。お姉ちゃんずるいずるい。ユーノもレイジ君のあそこを狙いたいよ。ちょっと待ちなさい。レイジの弱点はこの私が狙うわ。さっきは私が狙われたんだから、その雪辱を晴らさないと。夏美、あんたはイルカでいいんじゃない？ほら、あんたも少し中二っぽいところあるし、相性いいんじゃない？あの中二豚と相性がいいですって？冗談はいい加減にしてくれないかしら。おお、三人の女性がレイジ君のあそこを求めて激しく火花を散らしている。いや、モテる男は辛いね。オアリさん、変な言い回しはやめてくださいよ。レイジーよ、死である我が輩を差し置いてそんな幸運に恵まれるとはな。恐るべしラノベ男。イルカさん、分かってるんですか？みんなして僕のあそこに枕をぶつけようとしてるんですよ。この状況のどこが幸運なんですか？分かったわ。それじゃあ最初は3人揃ってレイジの弱点を狙うってことで。それが妥当ね。うん、そうしよう。ちょっとみんな、いくらなんでも騒がしいわよ。くらえ、ガールズトライアングルシュート。見事なエクスタシーショット。3人とも抜群のコントロールではないか。あなたたち、さあ、奥酒はこれまでだ。明日に備えて眠ろうではないか。そうね、寝ましょう。おやすみ。アディオス。おやすみなさい。どうやら脅威は去ったようだね。そのようね。うまくごまかせたようであるね。ユーノ、びっくりしちゃったよ。見回りがあるなんて聞いてないわよ。まったく、学生の合宿じゃないんだからさ、少しぐらい多めに見てくれたっていいのに。いや、でも他のお客さんだっているかもしれませんし、さすがにちょっと騒がしかったんじゃ。何よそれ、最初に枕を投げた私が悪いって言ってんの？いえ、別にそんなことは。
僕たちみんなの責任ってことで。一人だけいい子ちゃんぶってるみたいでムカつく。終わり、こんな気持ちじゃ終われないわ。二回戦、始めろよ。浅野、よくぞ言った。さらに激しく枕をぶつけ合おうではないか。私も賛成よ。せめてレイジだけでも倒さないと気が済まないわ。今度こそガールズトライアングルシュートをレイジ君のスペシャルシークレットポイントに決めちゃおうね。我が輩たちの絶対防御を甘く見てもらっては困るぞ。皆さん、今晩のところはもう休んだ方がいいですって。また陽子さんが来たら大変ですし。なに、陽子くんが来る前に決着をつけてしまえばいいだけのことさ。そうよ。それに、さっき来たばかりなんだから、しばらくは見回りには来ないでしょ。陽子さんも年齢的にきついだろうしさ。では、行くぞ。くお。マジで。陽子くん、いたのかい？いたわ、ずっとね。年齢的にきつくて、ここから動けなかったのよね。ドアの音はフェイクだったということね。すっかり騙されてしまったわ。それにしても、部屋にいながら我が輩たちに少しも気配を悟らせないとは、なんというスニーキングスキル。ねえみんな、ちょっと廊下で正座してみない？おお、ステファニー、逃がしはしないよ。僕はステファニーなんかじゃありませんって。っていうか、なんで全裸なんですか。当たってます。オワリさんのスペシャルシークレットポイントが思いっきり僕に当たってますから。みんな、そろそろ朝ごはんを。ほわわわーい。うわ、これはないわ。朝から気持ち悪いものを見せないでほしいわね。おやおや、レイジ君、世界さん、昨日はお楽しみだったようだね。そうだわ、記念写真を撮らなくっちゃね。ジャッジメント7の夏の合宿の記念だもの。後で現像してレーナの仏壇にも備えなくっちゃ。違うんです、これは誤解なんです。レイジ、やはり運命からは逃れられなかったようだな。
これから女子は着替えタイムだから、この襖を開けたらマジで殺すから。さあ、ちゃっちゃと着替えを終わらせるわよ。わかったのだ。水着になって早く海に行くのだ。ちょっと待って、ユーノ。あんた、その水着にしたの？うん、そうだよ。おかしいかな。まあ、いいわ。あんたがそれでいいって言うならね。それにしても、ユーノ。あなたって本当に胸が大きいのね。その水着にちゃんと収まるのかしら。ちょっときついかも。激しく動くとね、おっぱいがはみ出そうになるんだ。うちし、ユーノのおっぱいが飛び出すとこ見てみたいのだ。きっとすごい迫力なのだ。ふっ、浅野のやつめ、俺があの程度の忠告で引き下がる男だと思ったのか。4割さん、さすがにそれはまずいですって。犯罪ですよ。レジ君、男ならたとえダメだと分かっていてもやらねばならない時がある。それが今だ。何気にかっこいいこと言ってますけど、それ間違ってますから。絶対今じゃないですから。イルカさんもオワリさんを止めてください。レイジ、諦めるんだ。これもまた七つ星目視録に記されない運命を覆すことは誰にもできる。さあ、レジ君、しっかりと見るのだ、この世の天国をな。今の会話がフェイントだっただと？ふん、あんたの考えることなんてお見通しよ。だから一芝居打たせてもらったわ。女性の着替えを覗こうなんて最低ね。最低の変態トリオね。いやいや、イルカさんと違って僕はちゃんと止めようとしてましたよ。自分だけ罪を逃れようとするとは、レイジ、情けないぞ。浅野さんたちも襖のすぐ向こうにいたなら僕の声も聞こえてましたよね。そうだね。レイジ君、ちゃんと止めようとしてくれてたよ。でも襖が開いた瞬間のあなたの困ったようで、それでいて少し嬉しそうな顔は忘れられないわ。そう、死ぬまで忘れないでしょう。そうそう、ラッキーって顔してたもんね。とにかく男どもはさっさと着替えてビーチの場所取りでもしてなさい。ちゃんと民宿を出ていくまでここから見張ってるから。着替えが終わってるからレイジたちと一緒に行くのだ。仕方ない、言われた通り水着に着替えてビーチの場所取りでもしていようかね。そうするなり。待ちに待った海なのだ。ターニャ、思いっきり遊ぶ。よし、じゃあ行こうか。はい。海なのだ。
まったく、さっきは尾張さんのせいでひどい目に遭いましたよ。少しは反省してくださいよね。楽しかっただろう。ああいったハプニングもまた合宿の醍醐味ではないか。ところで尾張さん、なんで水着じゃなくてふんどしなんですか？やはり日本男児たるもの、海に入るときはふんどしじゃないとね。なかなかにぎわってますね。夏休みだから当然であろう。言わせないわよ。これでもそれなりに急いできたんだからね。ほやっへー、ユノはスクール水着着用とはツボを抑えまくりなり。海水浴場であえてスクール水着、しかしその下に隠されているのは類いまれなるダイナマイトな爆乳ボディ。素晴らしい、素晴らしいぞユーノ。俺はジャッジメントセブンの代表であることを誇りに思うよ。どの水着にしようか迷ったんだけど、昔の水着は胸のところがきつかったから結局これになっちゃった。おかしいかなって思ったけど、気に入ってもらえたならよかったな。ちょっとレイジ、あんたユーナの胸ばっか見てない？そんなことありませんよ。ところで夏美さんはもしかして民宿に残ったとかですか？まあ夏美ならありえるだろうね。夏美先生の場合、合宿に来ただけでも奇跡であろう。なっちゃん、隠れてないで出ておいでよ。無理よ。もうしょうがないな。えい。うわっ、クテッシュセクシーバトルで降臨なり、ついに先生の時が来たのか。アメッド鐘を鳴らす時は今。ふむふむ、やはり夏美のブラでも十分にエックスカリバーは生成できたようだね。俺の目に狂いはなかったか。ちょっと、あまり変な目で見ないでよ。警察呼ぶわよ。ちゃん可愛いよね。ああ、ユーノもなっちゃんと一緒に新しい水着を買えばよかったかな。いや、むしろそれ以上の水着はないだろう。ユーノの場合はな。レイジ君もそう思うだろう。そうですね。夏美さんもユーノさんもとても似合ってると思いますよ。まさに二人はこのビーチに舞い降りたセクシー戦士なり。ターニャもいい感じだと思うのだ。何よ、ユーノと夏美ばっかり褒めちゃってさ。浅野さんだって水着なんですけどね。そうだな、うん、いいぞ浅野。浅野よ、お前の勇気は称賛に値するぞ。あんたたち、あたしのことバカにしてるでしょ。もういいわよ。レイジ、あんたはどう？あたしの水着に感激してくれるわよね？
い、感激しました。よく似合ってると思いますよ。あ、それに結局パッドは入れなかったんですね。いや、それが悪いって言ってるんじゃありません。むしろ自分を偽らない浅野さんの潔さ、すごくいいと思います。出るわよ。え？パッド入れてるわよ、このバカ！水増ししてそれなんですか？水増し言うな！夏美、笑ったでしょ今。何よその勝ち誇ったような胸は。っていうか、いつも基地に引きこもってるだけなのに、なんでそんな大きくなるのよ。それってすっごくずるくない？そんなこと私に言われても困るわ。それに改めてそんなこと言われたら、なんだか恥ずかしくなってきたじゃない。やっぱり普通の服に着替えてこようかしら。そんなもったいない。もったいない。そうです、もったいないですよ。せっかく似合ってるんですから、そのままでいいと思います。とても素敵ですから。素敵って、そんな、はい、まあ、あなたがそう言うのなら、無理した甲斐があったかもしれないわね。まだしばらくはこのままでいることにするわ。ありがとうございます。次はユーノと一緒に選んだんだよね。お、もしかして一昨日ロックスで会ったのって。そうそう、あの時に買ったんだね、えなっちゃん。そうね、水着なんて生まれて初めて買ったわ。正直あんたが水着を着るなんて思ってもなかったわ。部屋で突然あんたが着替え出した時は夢でも見てるんじゃないかと思ったわよ。あんた本当に夏美なの？なんか変なものでも食べたりした？それにしてもなっちゃんのお肌は白いし、髪の毛もツヤツヤの美人さんなんだね。いつもと違う格好のなっちゃんを見るだけで、言うのはうっとりしちゃうよ。そうかしら、自分ではよくわからないけれど。ありがとう、言うの。でもこの髪に関して言えば少し困っているのよ。洗うのも乾かすのも大変だし、そもそも絵を描くときに引っかかって邪魔なのよね。いっそのことあなたみたいに短くしようかしら。それはもったいないよ。せっかくそんな綺麗な黒髪なんだから。髪は女の命なんだから大事にしないとだよ。レイジ君も髪の毛の長いなっちゃんの方がいいよね。え、まあそうですね。僕もどちらかといえば髪が長い女性が好きかもしれないですし。そう、別にあなたの趣味なんてどうでもいいけれど。でもまあしばらくは伸ばしておこうかしら。そっか、レイジ君は髪の毛の長い女の子が好きだったんだね。ああ、ユーノさんの髪型も素敵ですから。とても個性的で、いかにもユーノさんって感じで、すごくいいと思いますよ。ありがとう、レイジ君。長話はおしまいにするのだ。レイジ、早く遊びに行くのだ。
ちょっと待ちなさい。レイジは私に泳ぎを教えてくれる約束だったでしょ。だったらユーノもレイジ君と遊びたいな。だってほら同じバイト同士だから。レイジ、あなたがどうしてもって言うなら少しぐらいなら一緒に過ごしてあげなくもないわ。おやおや、レイジ君大人気だね。よし、だったらここはレイジ君本人に誰と過ごすのかを決めてもらおうじゃないか。レイジ君、一体誰と遊びたいんだい？もちろん俺やイルカを選んでくれても構わないよ。レイジ、ターニャと遊ぶのだ。レイジ、約束したんだからね。ちゃんと私に泳ぎを教えなさいよ。ユーノ、レイジ君とやりたいことがあるんだ。別に選ばれたって嬉しくはないけれど、でも選んでくれても別に構わないわ。我が輩を選べ、レイジよ。我が輩が持つスーパースイミングスキルの真髄、お前に伝授してやろうぞ。レイジ君、一緒に水着美女の探索でもしようじゃないか。